どんな感じだったか、あの2人に聞いてくれもらうと、うんうんうん、どれぐらい印象が違うか、
Coffee, yeah. Mm. Coffee? Mm. Mm. Thank you. リターン。いや、いいんじゃないの。これさ、前も三里さんがさ、色欲しいとか分けて欲しいとかって言ってたけどさ、うん、粘土渡したからってできるもんじゃないね。ね。それは、
本当に、今日今回分かった彼らに聞いてね、そう思うよね。それはすごいイージーだよね。そこにヨーロッパの土にさ、うん、なんかちょこっとだけトコナメ土混ぜて、あ、それは別にあのほとんどヨーロッパの土になるから関係ない。関係ないけど、それをトコナメ焼きとの無理だよね、かなり無理だよね。それはね、トコナメ焼きにっていう、だからトコナメの土で作った盆栽、うん、どんな感じだったか、あの二人に聞いてくれもらうと、うんうんうん、どれぐらい印象が違うか、うん、最初に これナマコ。ああ。そう。もっと溶けると、うん、あ、そっかそっか。ちょっとなんかさ、面白い感じになってる。少しなんか古っぽい感じ。ああ、そうだね。これでも見たことあるやつだよね。うん。普通の、あのスタンダードのやつだよ。まあこういう風の範囲から、あ、分かった分かった、ものすごい青くなるやつまで、うん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 、幅が広いもんで、うんうん、一番